ソシャゲとかいろんなゲームがそのユーザーが残ってるけど収益的に立ち行かなくなってサーバー潰してもう二度とできませんみたいになっちゃうわけじゃないですか、うん、だからそこでそのなんか11がもう20年残り続けてるとかそれが許されるのはやっぱりそのスクエニに体力があるからですか。いやそれはすごくやっぱりサブスクリプションの強いところですごく長期的にこれだけその収益を上げさせていただいたの でやっぱり常に実はまあこれあんまり表だって言ってないんですけどサーバーってより安価に運用できるように一部をクラウド化したりとかっていうのを実はやってってるんですよ。でそれによってランニングコストっていうのを極限までその徐々に抑えていければサーバーを開けとくだけの費用なんてそのまあ正直これまで利益をいただいた分からすれば年間別に